皆さんこんにちは、B レジェンドの鍵谷です。先日ですね、30日の夜7時に配信した動画なんですけれども、ちょっとコメント欄の方を見ておりますと、大変ちょっと皆さんのお怒りを買ってしまったということで、まず最初に申し訳ございませんでした。この動画になったいきさつはですね、4月1日がエイプリルフールということで、最初の方はこの B レジェンドとストリートファイターのこうコラボが出たというところで、4月1日発売だったので、本当かってこれ嘘じゃないのっていうふうに、どっちなんだろうっていうふうになんか話題になればいいなと思って、まずエイプリルフールに発売をしたんですね。そして、エイプリルフールに発売するということで、その事前告知ということで30日にやったんですが、どうして、ああいうふうになってしまったかというと、ちょっとその企画自体がしっかりと練れていなかったっていうことが一点、コメントにもありましたが、本当に皆さんのおっしゃる通りで、30日に何もない、結局何も発表、重大発表と言っておきながら、重大発表のような動画がアップされただけであって、実際の重大発表、今回で言えば、ストリートファイターだと思うんですが、が発表されなかったっていうことと、あと、もう一つは、実際にその時に発表をしないのではなくて、だから動画の配信した日時ですね。だから、1日に配信をして、これを発表するなりして、本当かな、嘘かなっていうふうに、すれば、本来良かったのかもしれないんですけれども、ちょっとそのあたりの段取りが、うまくできていなかった、しっかり考えきれてなかったっていうことと、あと、事前にメールとか、LINE とかでですね、30日に告知しますっていうことをもう結構連発してたみたいで、そのあたり、ちょっと連絡が、社内での連絡もしっかり取れてなくて、かなり数が出て、閲覧数もかなり増えてですね、してましたので、だからたくさんの人がっていうのもあると思いますし、実際コメント欄を見て、わ、本当だ、その通りだよな、ということで、やっぱり気分を害したということを表現されてらした方もたくさんいらしたんじゃないかなと思います。で、今回のことに関しましては、もう切にちょっとこちらの段取り不足というかですね、30日に発表すると言いながらしていなかったということ自体に問題があったと思うので、本来は30日ではなくて、1日に発表すべき内容だったと思います。で、普段から、こういう冗談みたいなことをよくやってるんですけれども、ちょっと今回、冗談の延長だったつもりが、少しこう、タイミングがずれてしまったことによって、本当に皆様、視聴者の皆様に、肩透かしを食らわせるような形になってしまったのでですね、本当に申し訳なかったなと反省しております。今回、ちょっといくつかの要素が重なってるわけなんですが、その一つ一つの問題点をもう今現状社内で洗い出して、ここの部分はこうしようっていうようなやり取りを進めておりますので、今後皆様にご迷惑や期待外れだったというようなことのないように注意いたしますので、改めましてこの度は申し訳ございませんでした。で、お詫びで、いろいろこう、ディスカウントであったり、いろんな話出てたんですけれども、今、ストリートファイターが、3000袋限定で特別価格でやっているんですけれども、多分、今日中にでも、通常でしたら、売り切れそうな勢い、今日か、明日早々ぐらいには売り切れそうな勢いなんですけれども、今回のお詫びも兼ねてですね、この3000袋限定っていうのを、5000袋にまで拡大して、特別価格で販売させていただければと考えております。本当に、この度は、お詫びするしかないんですけれども、大変ご気分を害してしまい、申し訳なかったなと思っております。はい。また、引き続き、楽しい動画はね、引き続きアップできればなと考えているんですけれども、皆さんに、不愉快な思いをさせてしまったり、誤解を招くような表現が今後ないように気をつけていきたいなと考えておりますので、ぜひまたこれからもよろしくお願いいたします。申し訳ございません。B レジェンド鍵谷でした。